今日は、大野城市に来ています。正面は大野城市役所ですけど、そのお隣に、マドカピア、という非常に規模の大きな大野城市の施設があります。でここでは、大野城市民の皆さんは様々な、活動をされている場所です。でその一室で、今日は、ハーモニカ教室があります。ここのハーモニカ教室はアンサンブルのグループとしては一番大きな、人数が一番多いグループですが、7月の発表会に向けた、アンサンブルと、同じく7月の発表会でそれぞれソロの演奏をする、その準備を、していくことになります。今日の、グループはリハーサル室でマドカハーモニーというグループ名です。今から部屋に行くことにします。真ん中行くんだ。マドカハーモニーの練習の場所です。全体のアンサンブルは茶色の小瓶。これから、ソロ発表の分を練習します。